あ、ハビーウィキでーす。はい、皆さんありがとうございます。カメラの向こうでおはみーみなしてくれました。ありがとうございます。はい、今回のアクレマはこちら。はい、お肉ラウンです。来ました、イエーイ。まあ、クラウンのね、歴史って結構長いんやけど、はい、その中でもね、はい、鬼渋な激アツな、はい、お車、鬼クラウン紹介していきたいと思います。昭和57年式で、はい、38年前のお車です。セールスポイントがいろいろ多いお車になりますので、皆さん今回の動画も楽しみにしていてください。それでは行ってみよう、ゴー。それではフロントから紹介していきたいと思います。はい、もうね、とにかくこのオニクラウンめちゃくちゃ綺麗なんよ。で、あの当時のまあ呼び方がまあいろんな呼び方されとって、あのヘッドライト、まあ、ウインカーが横にあるんやけど、ウインカーの横の、まあ、なんかこの反り上がっとう感じが、まあ、反り込みっていう呼び方したり、ベンツマスクっていうね、まあ、呼び方したり、まあ、していたお車です。はい、でここのね、なんか過去動画で 61M2 出したんやけど、そのね、61と同じような感じで、このね、真ん中がちょっとね、飛び出てるようなバンパーになってます。ウィキチャンネル。とにかく、カクカクカクってね、はい、角張ってるお車になりますね。で、まあ、この年式、まあ、昭和57年式のお車なんやけど、まあ、50年以降なんで、まあ、あの、ドアミラーとかになったり、まあ、フェンダーミラーとかに、まあ、なったり、その移行期間ぐらいの年代のお車なのかな。はい。で、みんな、まあね、旧車好きは、みんな目につくと思うんやけど、なんと、2桁ナンバーでーす。イェイ。知り合いのね、お友達の、まあ、おじいちゃんの、形見としてこのオニクラウンがずっと眠っとったみたいなんやけど、オニクラの存在を知ったのもつい最近みたいな感じやったんやけど、それをね、はい、あの復活をさせて、はい、こちらのね、はい、2桁ナンバーをオーナーさんね、今のオーナーさんが受け継いだっていう感じになります。ビビッとメッキパーツなんやけど、このね、黒いところとかも、このメッキの部分とかもそうなんやけど、この年式ぐらいになったらなんか劣化がね、すごい激しかったりとかするんやけど、剥げてきたりとかね、するんやけど、そういったところが全然ない。マジで博物館レベルの綺麗さです。はい、めっちゃ綺麗です。続いてサイズの説明いきたいと思います。キラキラーン。はい、じゃあ皆さん、はい、今からドアを開けていきますよ。早速なんやけど、はい、失礼します。こんな感じで
はい、なんかカチャっていう音でさえもなんか静かやけんザ高級車って感じね。このドアのカチャっていうなんか開ける時の音がめっちゃ静かやった。はい、こんな感じで、はい、皆さんね見てお分かりの通り、はい、ここね、まあ、ピラーが、まあ、ここに残ってるタイプで、はい、ハードトップのタイプになってます。はい、こんな感じです。で内装がもう本当にもうめちゃくちゃ綺麗やし、なんか柄とかもなんかここからもう見た感じがもう映えなので、内装の説明も楽しみにしていてください。ビビッと、はい、じゃあそれでは内装の説明いきたいと思います。失礼します。はい、カチャッと開けるとじゃんじゃん、あ、ふかふか、シートめっちゃふかふかです。はい、こんな感じです。めっちゃ綺麗。あ、めっちゃボタンがあるんですけどびっくりした。なんかめっちゃボタンがある。あ、なんかね、あのね、なんかドキドキするね。めっちゃ綺麗、中が。で、あら、ちょっと何か、なんかおるよ。ちょっと待って、カメラをねアプリしていきますね。なんかおるんやけどこっち向いとなんかなんかおるね。あ、オニクラの、はい、オニクラの分身がここにいますね。そしてこのねお車、見てわかる通りめちゃくちゃ綺麗なんやけど、なんでね綺麗なのかといったら、ここに秘密が隠されてます。はい、じゃーん。はい、皆さんお分かりでしょうか。はい、走行距離見て、9060、1万キロも走ってません。なんと38年前の車なのにまだ1万キロも走ってないです。すごい。いや、しかもめっちゃ綺麗やし、もうね保管状態がめちゃくちゃ良かったんやろうね。はい、でね、内装のこのね柄がいかつい、怖い、いかつい、ね、あー、すごい。エアコンの温度とかもここでねぐるぐるぐるってして調節できるみたい。めっちゃ綺麗。あ、ウィキチャンネルありがとうございますいやー、ミキさんね、ちょっとやっぱね、ボタンがあったら、ミキさんボタンがあったら押しちゃいたくなっちゃいますね。はーい、押しちゃいまーす。いや、このさ本鳴らした時のこの楽しさなんやろうね。なんか楽しいもんね。はい、ウィー、見て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 、すごいんですけど、ミキさん動いとるの分かる？はい、じゃあリア、リアじゃない、はい、下がっていきます。分かるかな、動いた。ウィキチャンネル、失礼します。あ、こっち開いてなかった。これこうして、よいしょ、失礼します。オーナーさん、ちょっとここなんか開けてみたいんで、ちょっといいですよ。あ、いいですかね。開けたことはないんですけど。あ、そうそう、あ、いいんですか。あ、もういいですよね。いいですよね。はーい、開けちゃいます。もう本当自由。はーい、お、なんとね、かっこいい柄が出てきました。そして、あ、ここはどうやって開けるんですかね。あ、ここ、こうやって、いや、分かんない、多分こんな感じ。あ、多分、あ、こんな感じで。あ、まあ開けたことないからですね。です。はい、開けてみます。じゃんじゃじゃーん、こうして、あ、あい、あ、あい、あ、開いた。これでいいのかな。はい、開きました。じゃじゃーん、38年前の空気を感じられます。なんかね、ちょっと渋い匂いがするね。はい、ありがとうございます。
マフラー音聞いてみようということで、はい、今回のオニクラちゃんはね、はい、ノーマルマフラーでーす。まあ、そして、まあ、エンジンのお話をするとしたら、2.8 リッターの DOHC ツインカム、ツインツインの、はい、エンジンでーす。あ、で、エンジンが、まあ、5M エンジンっていうね、はい、エンジンが積まれております。それでは、マフラー音聞いてみよう。お願いします。すごいね、はい、ふおんふおんってね音がしましたね。はい、ちょっとね迫力のあるね、なんかちょっと怖い怖いね。なんかノーマルでなんか踏んでさ、ブオーンとか言って加速していったら、この車でさなんか飛ばしたら結構怖いね。ビビッと、はい、オーナー様が貴重な経験をまたまたさせていただきます。ありがとうございます。それでは運転していきます。失礼します。よいしょ。いやー、鬼倉さんを運転できる日がウィキチャンネル来ました。はい、やばい。ちょっと念のため、あ、シェードベルトが青い、いいね。いや、なんかね、青で内装が統一されとってめっちゃかっこいい。あ、ハンドルもちょっと青みがかっとんかな。え、なんか何もかもちょっと紺色っぽかったり青っぽかったりするけどかっこいい。え、さ、ちょっと眩しいけんさ、ちょっとこれ、あ、これちょっと、これ38年もののビニールですかね。そうですね、それは。ねえ、これは開くんですかね。あ、あんま動かさんとこ怖い。まあ、当時物のビニールがついてますね。あの、これは多分オーナーさん剥がさないでしょうね。はい、じゃあエンジン始動していきます。ブオンって言いました。はい、それでは、あ、これ待って、サイド、あ、え、サイド、あ、これ、これ、あ、これもしかして、あ、これだ、これだ、これですかね。これ引くんですか。これですね。はい、行きます。引かないんですけど、これ引っ張る、あ、引っ張る、はい、お、あ、できた。はい、じゃあそれでは出発します。おお早い早い早い。ちょっと場内をねぐるり回っていきましょう。え、 2.8R からですかね。これさ、え、ちょっと早い。これは多分踏んだらめっちゃ高速早いと思う。この見た目でめっちゃ早かったら相当怖いやろうな、後ろ疲れた人。おこれね、優雅に乗れるね。もうないやろうな、デートのお車とはちょっとまた違う感じがする。このいかつさといい、なんやろう、これ社長送る、あの社長のなんか送迎の車っていう感じがするかな、デートっていうよりも。めっちゃなんかアクセル踏んだらウォンってめっちゃ進んでびっくりしました。ありがとうございます。はい、じゃあ今回の車紹介はオニクラの紹介でした。イエーイ。まあ、なんと、あの、動画で紹介した通り、走行距離が、なんと、9000キロ台っていうね、まあ、まだ1万キロも走ってないっていう、もう、お車。マジで、博物館行きよ、この車。まあね、博物館行きのお車なんやけど、オーナー様がね、あの、愛情を持って、いろいろね、あの、パーツとかも、綺麗にね、多分磨かれて、もう、なんか、メンテナンスもされて、すっごい綺麗に乗られている、素敵な1台でした。はい、38年前の車とは思えない輝きやしね。はい、もうウィキさん、もう本当に貴重な経験を今回もさせていただきました。ありがとうございます。最後に、この動画がいいなと思ったらグッドボタンと、そして
チャンネル登録よろしくお願いします。感想のコメントたくさん待ってるよ。それではまた次の動画で会いましょう。おすいきでした。またね、バイバーイ。アニクラちゃんでした。